どうも、大西修二郎が街をぶらぶら、ゆじろんぽの時間がやってまいりました。今回はですね、ここは松本市の深市ですね。深市の何丁目だ。松本駅前大通りの飯田町の交差点から入ったところですね。今回はですね、ここにちょっと面白いラーメン自販機があるということで買いに行きたいなと思っております。なんか最近ラーメンの自販機流行ってますよね。はい、でやってきました。あ、ここだここだ。分かりにく、普通にビル、マンションの1階にポツンとありますね。有名店の味が味わえる冷凍自販機、その名もラーメンツアーズ。ラーメンツアー、違う、ヌードルツアーだ。冷凍ラーメンの自販機ヌードルツアーズ、バシッツバシッツ。場所も一回おさらいしておきますか。駅前大通り飯田町の交差点から深市天神の方にグッと入った途中にあるこの茶色いビルの1階の奥、お店で作ったスープを丸ごと冷凍、麺は製麺所の出来立てで製麺を使用した本格的な味でございます。ラーメンバリオラーメン、千葉王道屋かな、王道屋監修家系ラーメンで、辻田濃厚つけ麺、これも東京ブブカ黒丸チャーシュー油そば、千葉雷神の雷神餃子25個入り、ははは。バリオバリオ、おい来た、はい、バリオ王道屋大きいな、これで一食なんでしょ。こちらで5種類全部買っちゃった。はい、そして買ってきたものをこれから家で作るんですが、やっちまいました。辻ちゃんを買ったつもりが王道や家系を2つ買っちゃってましたね。辻ちゃんはないけども王道や2食、どのラインナップでご紹介します。雷神餃子、これやっちゃいましょう。でかいね、これ自体が。それ今2つが王道、王道家系、王道や、チーム入ってる。すごいすごいすごい、本格的。入ってるね。いいチーム。雷神餃子でございます。どうだ。ではまずちょっと餃子の味を見させていただきます。こっちもお湯が見えますか。はい、うまい。うん。餃子美味しい。うまい。ね、餃子食べてみ、もうできたよ。やば。あ、この餃子うまいわ。うん、うん。
甘っめっちゃ焼けてるやん。うさやん、うったまいさやけどさ。すごっ。マジで。いや、ちゃんとやってたのに、ちゃんと塗ったのにさ。でございます。油そばか。混ぜそばか。間違えてるよ。間違えんじゃねえよ。おい。間違えんな。やるよね。関西も。間違えんな。これ混ぜちゃう。警戒。美味しそう。だね、私こういうラーメン食べたことない。ほんと混ぜそば、うん、ひたひたのしか食べたことないて。このなんか汁ないやつ食べたことないてどうせラー油食べれないでしょ、うん、ひどい。どうせラー油食べれないでしょってそうだけど、いただきます。餃子とんの豊かよ。うんうん、あ、誰でもそうなるか。うまっ。ねえ、ね、ちゃんとして。本当に揺れてるからこれも邪魔だしな。ねえ、ちゃんとして。男子いただいてます。うん、こういうふうにやめろやめろ。まあ、ほら、初めてのことに挑戦するの怖いです。先生なんやねん、それどういうこと。どういうこと。これに調整するの怖いです。え、美味しいよ、食べてごらん。マジで食べてみて、マジで怖い。これバリ美味しい。バリうまいな大事。これに調整するの怖いです、先生。油美味しい、美味しいんだけど。でも美味しいよね。初めて食べたから、うん、油食べている。まずくない。初めて買う。あ、油そばでしょ、だってこれ、うん、油そばだっけ。油そばを食べたことないから油、うん、もう間違いだよね、まずはね、うん、1本。この前も1本で騙されたもん、ね、あれは辛いですやん。辛い、ちょっと辛い。でもこれもうまいよね。いや、美味しいって。肉食べてみ。肉どうよ。ずるくない。私だって肉食べてないのに。うまい。うまい。食べる。これは普通にあなた食べ慣れてると思う。海苔だけ取る。これ本当に美味しい。どうしよう。マジで美味しい。あ、野菜感があるからサラサラだよね。そんなそんなそんな混ぜたらさ。うんうんうん。うまい。普通にうまい。うまいな。あ、うん。オタク笑いすな。うん。マジうまい。ね。マジうまい。もうね、ねとか言っても食べてないんだけど、私は。あ、これは。私はその間に餃子を着々と食べ続ける。家ですね、家。マジ、おうち。家だよ、そりゃ。それ家だよ。ここは家だよ。うまっ。うん。すごい匂い。すごい匂い。わあ、ガチのやつじゃこれ。これはやばい。で、足が欲しかったな。もやしがね、今日ない。うん、使っちゃった。あ、しょうがない。ネギがいっぱいで。多分これゴンちゃんだよ。
壁。この餃子も自販機なの？そう。餃子おにリピしよう。餃子気に入った？うん。うんうん。いい？そっち向きなんです。うまっ、うまっ、うわ、これうまっ、うん、これ本格的。今日それも食べてる。これやべえ、ニンニクもガツン。どれ餃子。うん、うまっうん、あんたたちやめといた方がいいや、ニンニクすごいから。うんうん、でもそんな、うん、この餃子美味しいね。うん、でもね、マジでうまい、これ美味しい。わお、うまっ、マジうめえよ、これ、うん、めっちゃ危険すぎない？私とお父さんの服装。うん、うん、ガツンじゃない2分の1ニンニクになった。私たちだけで飲むじゃん。うん、うん、うまいね、うん、これ匂いがすごいね、本当に。どこ食べてみよう。ニンニクになりたくないです。いや、美味しいわ。うまい、これもうまい、ね、うわ、めっちゃニンニクにした今、うん、私は今画面を持ち上げた、漂ってきた、めっちゃすごい、美味しい。うまうまこれ美味しいわ。ね。うん。あ、うま。どれもうまいね、これ。どれもうまい。いや、これリピート。文化もすごい好き。これ美味しい。これリピートしてもいいぐらいうまい。うん、これちょっとね、多分お酢垂らしても絶対美味しい。うん。やってみるか。あるじゃん。リピカクかけて。これリピカクだな。うん。うん、これうま。うん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 、うまうまいよな。うん、うまいよな。あ、私のあ、美味しすぎて無理だ。涙出る。美味しいよな。ひげといえばご飯ですよ。早っ。何やけしてもダメだよ、ニンニクは。いいよ。死んじゃうよ、私。え？目でかい。目でかいって。ダメだよ。だってお腹の中だから。もう金魚やん。目でかすぎて。え？あ、無駄だよ。何をしても無駄なんだ、ニンニクというものは。ちっちゃい声で言うのやめて。ああ。モンキーになってるって。あちょっと怒ってる。ちょっと睨んでるよ。あ、熱すぎて睨んでるよ。うん。うん。普段からそんなたくさん食べたら太っちゃうじゃん。うん、ギャル曽根だって普段食べないって言うんだよ。うん、全然食べないんだって。多分食べれるけど食べ、でもあれだよ、なんか前フードファイターに密着みたいなやつあって、普段の食事じゃお腹いっぱいになったことないって、うん、入るから本当は、うん、でも食べないけど。あ、でも私逆なんよ。普段の食事はこれだけだよって言われたら、これお腹いっぱいになっちゃう。うん、いや、もう、あ、もういいみたいな。フードファイターじゃないけどさ、そもそも私逆だよとか言ってそんな聞いてない。別に違うパターン。フードファイター並みに食べてる、うん、ちょいフードファイターだよね。プチプチフーファー、分かんないもうフーとかファーとか分かんないから。フードファイターフーファーや。フーファーとかそこ略さなくていいから、もうプチフーファーや。わかんないの。そうやって言っちゃうとわかんないから、何言ってんのか。